こんにちは、にとまいこです。今日は平井康三郎さん作曲の桜桜幻想曲という曲をお届けいたします。お聴きください。東京はそろそろ、まだ今日はちょっと寒いんですけれども、桜が満開になります。桜桜幻想曲はこの季節によく弾くんですけれども、なんかやっぱり日本人だなっていうことを思いながら、桜の花びらがこう舞い散る風景とか想像しながら演奏をさせていただきましたが、少しでもお伝えできてれば嬉しいのですが、いかがでしたでしょうか。それではまた他の曲も弾いてみたいと思います。今日もお聴きいただきありがとうございました。バイバイ。